はい、今回ね、ご紹介するのは、この目の前にある、この銃です。はい、この銃、まあかなりお高い銃です。はい、まあね、どういったね感じの銃なのかっていうのをね、今回ご紹介させていただきたいと思います。はい。まあ、早速ね、ちょっとねギミックとかね、見ていきたいと思います。はい、これは、専用のスタンドですね。はい、こちらはね、はい、これだけでも、定価は1万ちょいぐらいですね。はい、まあ、今は販売終了してるんでかなり高いです。でこうですね、はい、銃の本体が、はい、こういう感じ。はい、で、この銃は、一応電池バッテリーを入れるんですけれども、そのバッテリーを入れるのが、ここのグリップの下なんですね。はい、これをこうパカッと開けるんですね。で、これが、バッテリーです。もうすでに充電してあります。はい、これを入れます。そうすると、もうすでに発光してますね。はい、で、これで待機状態になるんですね。はい、で、まあ、ここからね、グリップを握ると、一応もう起動します。それをね、お見せしたいと思います。携帯型心理診断、鎮圧執行システム、ドミネーター起動しました。ユーザー認証、信号官、公安局、刑事課所属、使用許諾確認、適正ユーザーです。現在の執行モードは。はい、ということでね、途中バッテリーがなくなりましたね。ちょっとこれバッテリー買います。まあ、予備でねバッテリーを買ってあるんで、バッテリーは別売りですね。はい、元からあるのは一つだけです。はい、じゃあ今度こそ行きます。携帯型心理診断、鎮圧執行システム、ドミネーター起動しました。ユーザー認証、信号官、公安局、刑事課所属、使用許諾確認、適正ユーザーです。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め、対象を無力化してください。という感じでね、パラライザーっていう銃の携帯になります。はい、これで相手を、無力化するわけですね。まあサイコパス見てない人はちょっと難しいかもしれないね。はい、まあ見てるの前提でちょっと話しちゃうかもしれないけど、はい、でこれを普通に撃つわけです。でね、ここのグリップなんですけれども、グリップのトリガーですね、トリガーがあるんですが、これをね、半分まで、引くと、相手の、犯罪係数を測定してオーバー300なら、これが変形します。はい、もうすでにそういう設定にしてあるんでね、はい、その変形をお見せしたいと思います。という感じですごいかっこよく変形しましたね。はい、こんな感じですごい
広がりましたね、はい、でこれを、まあ打つわけですね、はい、原作みたいにね、現在の執行モードはノンリーサルパラライザー、落ち着いて照準を定め対象を無力化してくださいという感じでね、元の形態に戻ります。はい、つまり一発なんです。一発で、決めると、はい、そういう仕組みなんですねこれね、はい、もう一回いきますね。今度はカメラに向かっていきます。犯罪係数オーバー300、執行対象です。現在の執行モードはリーサルエリミネーター、慎重に照準を定め対象を排除してください。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー、落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。はい、という感じでね、これすごい銃なんですね。めっちゃこれ結構重いんですよ。もうすでにねちょっと手首がちょっと疲れてきました。はい、まあ、こういう感じなんですけれども、実はこれね、スマホのアプリとも連携してるんですね、はい、そちらをねちょっとご紹介したいと思います。はい、これがね、専用のアプリです。まあ、今はねドミネーターが接続されていませんというふうになってますが、まあ、これ Wi-Fi なんですけれど、Wi-Fi でドミネーターになってるなにしてくださいということですね。はい。ということで Wi-Fi をね、まあ、つまり Wi-Fi を飛ばしてるわけですね、この状況ね。なので Wi-Fi を今普通の、回線につないでるんですが、ドミネーターに変えます。はい。はい。今ね、Wi-Fi を切り替えました。そうするとね、ドミネーターとのリンクが構築されました。現在のモードはトランスフォーム、はい、ユーザーコントロールモードっていう風になってます。はい。で、いろいろね、こちらに、いろんなモード2が選べるところがあるんですが、まあ、ディスプレイは後で説明しますが、まあ、セッティングとかね、押すとね、という感じで、まあこのトランススピード、トランスフォームスピード、まあ、つまりこれは変形する、速度ですかね。これをスローに設定してみましょうか。スピーカーはドミネーターから発しているっていうことですね。まあスマホでも OK ってことですね。スマホにしてみましょうか。これでちょっとやってみましょう。携帯型心理診断、鎮圧執行システム、ドミネーター起動しました。ユーザー認証、執行官、公安局、刑事課所属、使用許諾確認、適正ユーザーです。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー、落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。はい、ちょっとね、スマホのボリュームを落としてるんで聞こえづらいかもしれませんが、今スマホから、走ってましたね。はい。ではもう一回いきます。ハントリガーで。バッテリーがまたなくなりましたね。これ早いんだわ。これバッテリーなくなるの。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー、落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。はい。でこれ手を離すと、勝手に電源が落ちます。はい。いや本当あれやな、切り切れんの早っ。
まあ、今スローだったんですけど、あんまそんな変わりはしないかもしれないね。はい、はい、で、こちらのユーザー認証なんですが、今執行官っていう設定にしてますが、こちらね、音声も変えれますね。あの、まあ、監視官とか実際のね、原作のキャラクターにもできます。はい。まあ、仮にこれだと、っていう感じでね、変えれるんですよね、音声を。で、キャラクター。で、今、あの執行官、このキャラクターに設定してるんですよね。まあ、要はここに説明書きとかがすごい長く書いてあるんですけれども、まあ、これはもちろんちょっと、省きますが、あと不正ユーザーで、こちらがね、常森茜、はい、これが監視官で、これが執行官の鴻上信也、はい、こちら自分好きなんですよね、このキャラね、はい、まあこうやっていろいろキャラクターがいっぱいあって、しかもそれぞれに全部説明書きがあるんですよね。それがすげえなと思って。で、鴻上信也は監視官だった時のもあるんですよね。はい。じゃあちょっと自分の好きな鴻上信也執行官にしてみましょう。はい。これで、セッティングをしたいと思います。はい。携帯型心理診断、鎮圧執行システム、ドミネーター起動しました。ユーザー認証、鴻上信也執行官、公安局刑事課所属、使用許諾確認、適正ユーザーです。現在の執行モードは、ノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め、対象を無力化してください。はい、っていう風にね、鴻上信也になりましたね。はい、っていう感じで、キャラクターも選べるんですね。これまたすごいですよね。はい。犯罪係数オーバー300、執行対象です。現在の執行モードはリーサル・エリミネーター。慎重に照準を定め、対象を排除してください。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め、対象を無力化してください。はい、てな感じでね。いやー、ほんとこれはまあ お値段相当ぐらいのすごいシステムですけどね。これはね、まあパラライザーオンリー、エリミネーターオンリーって、もうすでに変形した状態のまんまにできるっていうモードですね。はい。まあ、だからこれの場合は、携帯型心理診断、鎮圧執行システム、ドミネーター起動しました。ユーザー認証、鴻上信也執行官、公安局刑事課所属、使用
ザーです。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。はい、それをね恒例にしますね。携帯型心理診断鎮圧執行システムドミネーター起動しました。ユーザー認証大神信也執行官公安局刑事課所属。使用許諾確認。適正ユーザーです。現在の執行モードはリーサルエリミネーター。慎重に照準を定め対象を排除してください。はい、ということでね、まあトリガーも引いてないのに、変形しましたね。それはこれを、変更したってことでね、エリミネーターオンリーになりましたね。はい、ということで、打っても変形が、解除されませんね。はい、という機能です。はい、ではまあ元に戻しましょう。携帯型心理診断鎮圧執行システムドミネーター起動しました。ユーザー認証大神信也執行官公安局刑事課所属。使用許諾確認。適正ユーザーです。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。はい、という感じでね、ここの手元でね、操作することができるんですね。うん、でこれはね、実はねこの銃の先端にカメラが搭載されてて、これ実際に相手をね、こうやって向けることができるんです。で犯罪係数をこうやってスマホ越しに見れるんですね。はい、こんな感じでね。はい、実際こうやってプレイをね押すとね、まあ今ちょっと手から離れたんでもう一回握りますが、携帯型心理診断、はい、皆さん分かりますかね。こうやってね、ドミネーターのカメラ越しにこうやって見れるんですよ。はい、スマホを通してね。はい、でこうまあ敵に向けてまたトリガーを引くわけですよ。犯罪係数132執行対象です。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。いやちょっと待って、スーパーサイジン3の悟空犯罪係数132撃ちます。はい、そうするとねこうやってね写真に収めることができるんですよ。執行対象ではありません。トリガーをロックします。はい、こんな感じでね、トリガーをロックされちゃいましたね。犯罪係数が低いと、トリガーがロックされて動かせなくなります。はい、なんか別の対象物がないかな。犯罪係数138執行対象です。現在の執行モードはノンリーサルパラライザー。落ち着いて照準を定め対象を無力化してください。はい、あのね自分の顔に向けたらね犯罪係数138あります。いや、どういうことやねん。まあ、悟空と一緒ぐらいか。はい、ということでね、犯罪係数300オーバーが全然見つからないですね。はい、なのでね、まあ、実際の人を向けてやんないとダメだと思うのよね。うん、人に向けてって言ったら危ない
意味が含まれちゃうかもしれないけど、まあ、これ別に実弾が発射されるわけじゃないんでね、はい、なのでね、まあ、友人とね、楽しく遊ぶ分にはいいかもしれないね、まあ、友人のね犯罪係数をね、測ってみたりとか、まあ、人同士がいいと思います、はい、まあ、今自分一人でやってるんでね、はい、どうしてもなんか対象物が見つからないんで、はい、なので、まあ普通にね、あとはね、このディスプレイモードっていうのをね、まあ一定間隔で自動変形や、LED の常時点灯状態で展示が可能なモード、はい、という感じですね、はい、ちょっとこれ試してみましょうかね、はい、はい、ということでね、今こうディスプレイモードで飾ってます、はい、もうすでにオンにしてあるんでこうやって常時点灯してますね、はい、これをね、じゃあエリミネーター、今パラライザーなんでね、エリミネーターに変形させます、はい、いやすごいね、この手元で変形できるっていいね、かっこいい、オートトランスフォーム、これなんだろうね、あ、時間で決めれんだね、時間をつけて、変形させるってやつだね、まあいっか、これはね、じゃあパラライザーに戻したとこ見れなかったね、もう一回やろうか、はい、でパラライザーすごいなこれ、はい、といった感じですね、いやーこれはねほんと素晴らしいね、とても普通の玩具、まあ玩具っていうのかな、まあ値段が値段だけにね、おもちゃと呼ぶにはどうかなと、まあ大人のおもちゃっつったらなんかエロい感じだけど、でもね、これはほんとね、まあ、サイコパスファンじゃなくても、銃マニアとかね、そういう人でも結構楽しめるんじゃないですかね。うん。こういう、トイガンっていうのかな。うん。まあ、おもちゃなんだけれども、すごく精巧にできたモデルっていうの、うん、こういうのすごいいいと思いますね。はい。まあ、またね、このディスプレイスタンドっていうのは、これ別売りなんです。まあ、さっきも言いましたけどね、最初の方でも。まあ、あとこの他にもケースがあるんですよ、劇中に出てくるね、作中に出てくる普通のケース、あれも出てるんですよね、はい、あれも結構お高いんですけれども、これ自体、これがね、私が持ってるのが、通常版 と、スペシャルエディションというのがあるんですけど、自分のはねスペシャルエディションの方です、大体1万円ぐらい値段違うのかな、で違いはね全然変形とかそういうの全然同じなんですけど、グリップがただ違うだけです、グリップがこれはほんと天然のなんとか木、本物の木で作ったウッドですウッドグリップ、はい、で、真ん中にはめられてるあの中央のねアクセサリーも、あれは確か、うん、なんかなんとか製、うん、その通常版とは全然違うやつですね、はい、なので高級モデルっていうやつですね、こっちはね、スペシャルエディションは、まあ、なのでね、通常版は今普通にまあ買えるかな、うん、普通にアマゾンでも買えるかな、買えたと思う、はい、まあ、それでも9万円ぐらいはするかな、はい、まあ、スペシャルエディションはね、さすがにもうちょっと定価では買えないかな。うん。はい。ということでね、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃもう本当いいね、こういうのはね。はい。まあね、他にもね、続々とプロプリカとかね、そういうのもね、ちょっと自分購入してるんでね、届き次第ご紹介していきたいと思います。まあ1分の1スケールね。まあ、なのでね、この機会に、チャンネル登録まだの人はね、ぜひチャンネル登録してね、
まあお待ちいただいて、その間に、自分のね、いろいろな動画見ていただけたらなと思います。はい、あとね、高評価いただけると大変ね、もう動画を作る励みになりますんでね、ぜひ高評価、あとコメントもね、必ず、返してますのでね、コメントいただけますと、ありがたいです。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。